とことんやりこむ。どうも、なおちんです。本日も原神やっていきます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。今日ですけども、ここですね、目の前に見えてる場所、あそこがですね、どうもね、地図に載ってないんですよね。うん、ここでもないし、ここでもない、この辺だと思うんだけども、地図に載ってない島を見つけまして、まあ、あそこもかな？あの島までちょっとね、行ってみようと思います。多分、こっから飛ぶのが一番近いかな？あ、あの一番てっぺんがいいかな？てっぺんから、もう一段飛んで、向こうに向かってみましょうか。この辺がいいかな？あ、いや、もう一番てっぺんか。ああ、一番てっぺんがちょっと近そうですね。そっからちょっと行ってみよう。まあ、スタミナがね、ちょっと不安なところはあるんですけども。行ってみよう。何があるんだ？なんだろうね。まあ、宝箱はあると思うんですけども、なんだろう、島の先の方が、円形になってるので、コロシアムみたいな感じなのかな。なんか強敵がいるかなんかするんじゃないでしょうか。なんか一向に近づかないね。岸からはだいぶ遠ざかってるでしょ。これはスタミナが全然足りないね。おしおしおし、これはいけるわ。いけるいける。おおお。なんか新しいのもらいましたね。さあ、ここは、あ、こいつがいるね。動く？いや、動きはしないのか。地図上でこの辺ですね。えらい変な場所にあるね。うん、ちゃんとした島なんだけども、特に何もない。あ、わかった。上からあそこに飛んで、瞳を取れるんだね。結構高いな、ここ。はい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 。これがあるだけか。いや、でもなんか他にもなんかありそう。探そう。なんか怪しい時計みたいのがある。風が新たな物語を運び、時間はそれを神話にする。どういう意味だ？何か秘密がありそうですね、確かに。何かある。あ！なんかあった、なんかあった。ボロボロなノート。はい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 。ボロボロなノートっていうのを見つけたよ。で、日時計の影を観察する。あ、日時計の影？この影がなんか関係あるんだな。なるほど。ある時間帯になると妙な感覚が周りに漂い始める。午前2時から5時ぐらい。それぐらいまで時間をずらして、やってみろっていうことか。OK, OK, OK。わかった。5時から2時で。じゃあ2時にしてみましょう。で、こ、あ、なんかいたいたいた。なんかいた。あったあった。あ、なんだなんだなんだ。はいはい。次は、あ、今の感じでやるのか。ここの上だな。あったあった。で、あと2つどこだ。あった。これ照らしてからやらなきゃいかんのか。はい。で、あと1つどこだ。ん、あ、あれか。
はい。で、どうなる？遠い昔の物語は風と共に来た。おお、なんかなった、なんかなった。あー、なんかいる、なんかいる。でっかいのがなんかいますね。え？おお、あ、お前か。お前かい。お、なになになに？ HP 全部削り切ってないけども、なんか倒した判定だか。あ、飛んでった。え、飛んでったよ。おお、なんか上に行けるようになった。あ、追いかけようか。で、どこに行くの？あそこか。おお、ここはすごい面白いぞ。あ、どうもここみたいですね。ここの神殿だな。え？あ、ここにもあった。ここにもある。ま、とりあえずこいつら倒すか。あ、またこれ、時間が関係ある？もしや。時間が関係あるのかな？なるほど。ヘンリー・モートンに話しかけると、ノートを見てくれって言われました。これだな。あ、なるほど。ここも一緒ですね。夜中の2時から、何時だったかって書いてあるんで、夜中の2時だ。夜中の2時、しましたね。あったぞ、あったぞ、あったぞ。なんだこれ。なんか入手した。風が物語の種を連れてきて、時間はそれを芽生えさせる。え、どういうこと？あ、またあった。コアあった、コアあった。はい。お、なんかなったぞ、なんかなったぞ。え、他にもあるの？おーおーおー、いた。はい。あれ？よし、来た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 。お、ちょっと待って、雑魚敵までおるんかい。まあ、雑魚さえね、倒してしまえば、あとは何とでもなりますよ。雑魚がね、うっとうしかった、ここ。で、これを倒すと、クリアかな。これ、途中でもね、雑魚をね、何回も召喚して、うっとうしいね、こいつ。よし、倒した。おっしゃ。とりあえず倒しましたね。で？あ、この人か。この人だ。に話しかけると、終わりか？あ、いや、クリアですね。クリアです。おお、だいぶ美味しかった。はい。では今日はですね、ちょっと地図に載ってない、島を見つけましたので、行ってきましたら、この時計ですね、この日時計の、クエストが発生しました。なかなかね、面白いやつだったんで、はい、ぜひやってみてください。ではですね、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。そいやー。